その悩んでる時間が一番もったいないんですよね。どうしよう、本当にどうしよう、どっちにしよう。爪かな。なんか爪が長くて薄いんですよ、もう結構。なので爪をやらないと。いや、ちょっと待て、顔にしよう。一旦爪まっ顔にします。ずっと悩んでる、ずっとスキンケアしながらも悩んでたけど決めました。顔をします。あの時間もなくて、実はちょっと時間に余裕を持ってやった感じなんですけど、なんか気づいたら時間なくて、これは今まつげ美容液を塗っています。メイクの前に塗っといて乾かしながらメイクをしていきます。でも肌は下地だけ日焼け止め塗ったんですけど、もう下地だけ、下地とあれだけにしようと思っています。今コンシーラー 広めに塗り、なんか最近マスクをする機会がすごく増えてて、私そう、そしたら肌がめっちゃ荒れてきてて、今すごい辛い時期。悲しいです。私本当に医療系マジで全然何もやったことなくて、なんかよく韓国でとかよく聞くんですよ。なんかシミ取り、あのメンバーじゃなくてね、普通に友達で韓国でシミ取りしてきたみたいな、韓国に行ってシミを取る時代なのと思いながらわざわざっていう人間なんですね。確かに取ってもらいたいニキビ跡とかはすごいある、うん、こことかさ、この間できたやつがさ治ったんですけど、ずっとデカートだけここにいて辛いっていう状態で、
韓国行きたいだけ、あもうあるかもね、それはあるかもね。でも日本にももっといいとこあるよって言いたい。行かない旅見て日本にだっていいとこいっぱいあるんだからねって言いたい。待って、アイシャドウ、そうだ、私メイクポーチの中に入れちゃったから、今ここにアイシャドウない、終わった、メイクできない。いつもより雑だから、いつもより雑すぎて。時間ない。これハイライトでしょ、だって。今使ってるのは普段使いしてるメイク道具じゃないんです。眉毛。眉毛のやつもないや。もうこのメイク道具何も役立たん。じゃ自分が悪い。メイクポーチに入れちゃったっていう自分が悪いんですけど。でもメイクポーチ、ちょっと待って。役立たずメイク道具すぎた。アイラインもなかったし、なんかこのメイクポーチを補充でする暇も、いや今日寝てたから悪いんですけど、まあ、寝ることが最大の休息みたいなね。っていう気持ちの人間なので、こんにちは。そう、よく寝れてよかった、本当に。そう、いっぱい寝た。メイクしてるところを見るたびに女の子って大変だなって思う。え、私のメイクは本当に雑なので。今そう、ステージメイクはもちろん超丁寧にやりましたよ。でも今めちゃめちゃ雑メイクなので、あんま見ない方が、見ない方が、いや、あんま参考にしない方が、はい、参考にしないかもしんないけど、私のメイクなんて参考にしないかもしんないけど、参考にしない方がいいです。え、無理すなよ、見つかんなくて。そう、結構辛い。いや、レッスン場に会ってくれっていう祈りでしかないんだけど、今
ジで。まあ捨てられてたら最悪なんですけど、レッスン場にあって、眉毛やるために前髪出した。山形公園行ったよ。え、どうでした？なんか私的にはすごいマジで秋バテしすぎちゃってて、ちょっと立ててる感じがもしかしたら出ちゃってたかもしれない、最悪みたいな。でもその日できる一番最大はやったので許してって気持ちでいっぱいなんですけど、ちょっと本当に秋バテ、バテてた。よし、メイクポーチはもう OK。 あとマスカラとかはすごくない？私10分ぐらいでメイク終わるんだけど、本当に適当でよかったら。でもクオリティは低いです、10分メイクなんで。ちょっとアイラインもうちょっと引きたいけど、アイラインしまっちゃったよ。早いだけがいいってわけじゃないんですけどね、別に。でも早いに越したことはないけど、早いだけがいいってわけではない。難しい。よし、束は作りません。間違えた。本当はこれアイラインなんですけど、色が気に食わなかったんで眉毛描いてますこれで。というか昔使ってたんですよこのアイラインで。これを使ってた時はこの色がすごく好きだったんですけど、今はちょっともうちょっと濃い方が好きになってきたので、こんにちは。一旦ね、無事全体的に終わりそう。顔周り、
集合には間に合いそう早いよね本当に。気をつけて行ってくる。怪我したらねダメだよね。ちゃんとそれこそ明日北海道じゃないですか。明日北海道公演、人生初なのに今日全然関係ないやつで、全然関係ないので怪我して北海道行けませんとかなったらもう劇内なので、はい、ほんとホタテ食べに行かなきゃ。15分で完成。でも本当にマジで好きな顔じゃないです今。もっと顔白く飛ばしたかったけど、それを塗ってる時間もなかったそうだからとりあえず顔作ったこれ良きです。ということで、やばい、もうそろそろピョンはゴーしなきゃいけないので、アイライン気に食わない色だけど上から描いとこう。ゴーしたいと思います。ちょっとドタバタ配信で申し訳なかったんですけど見てくださってありがとうございました。本当になんて言うんだろう、とりあえず明日で私の出張公演は最後になっちゃうので、明日楽しめるようにまずは今日全力で怪我せず生きていきたいと思います。それではありがとうございました。ドタバタでごめんね。おやすみなさい。おやすみ。またね。ありがとう。バイバイ。ハート。